全世界のポケモンファンの皆さん、やあ、刹那圭介だよ。この動画を見ているということは皆さんもご存知かと思いますが、1月9日23時30分からポケモンダイレクト、つまりポケモンの新しい情報を公開する生放送が行われました。俺も見まして、今これを収録しているのは、1月10日の午前1時20分です。つまりその生放送を見終わってだいたい1時間ちょっと経ったところですね。早速ね、まあ、生放送内容通りエキスパンションパス発売されましたんで、それを購入してポケモンのバージョンも 1.10 にしました。エキスパンションパスを買ったってことでね、今見てもらったら分かる通りですが、服装がね、EV の服装になっております。確か5点セット、EV の5点セットがもらえたんで、早速こうつけてみました。あー、真っ白俺には似合わんぐらいに真っ白だし、 EV がすごい俺の胸くっついとるからな。これもしかしてさ、物語に進める間にさ、喋り出したりせんだろうな。おい、せつけ、おい、俺だよ、 EV だよ。やだな。さて今回なんですけども、まあ生放送を見てもらったら分かる通り、バージョンを 1.10 にしたらですね、ここブラッシータウンの駅でね、イベントが追加されるんですよ。そのイベントを今回やっていきたいと思います。駅どっちやったっけ、あれ駅どっちやったっけあ、ここじゃ。ここに駅に入ったらイベントが始まります。おっと、ロードが長いな。来た、鎧島行き列車が到着いたしました。鎧パスをお持ちの方はご乗車願います。キャリーパミパムみたいなやつが出てきたな。この人に話しかけたらか。あ、チラッと見たな、お前。あ、今目が合いましたね。チラッとこっち見ましたね、あなた。来たー、鎧パスはお持ちでしょうか。あ、もちろん、しっかり持ってるんだから。ギャルだな、喋り方からしてギャルだな。絶対インスタグラムやってるわ、この人。確認しますね。出た、いやー、切なキースキだよ。何お前の、俺の挨拶パクってんだ、お前。いきなり出てきやがって。あ、ヤドンだ。あちゃー、また鎧島から乗り継いできちゃったか。来た、これだよヤドン。よ、おっそしかも動き終わるまでさ、 A ボタン押させてくれないっていうね。君ポケモントレーナーだよね。そうですけど。待て、お前ちょっと待て、俺チャンピオンになったやぞ、お前。俺のこと知っとるだろうが、お前。もうポケモン好きで俺のこと知らない人はいないぞ。だってチャンピオンだもん、お前。え、じゃあお前ポケモン興味ないな。今ので分かったぞ、お前駅員、お前は興味ないだろう、ポケモンに。このままだとヤドンが改札に居座って他のお客さんが困っちゃう。重くてどかせられないから捕まえてくれないかな。ヤーン、いやって言ってるよ。捕まりたくないポケモンを無理やり捕まえるってどうかと思いますよ。あ、勝負しなあかんの、マジか。これちょっと待って、これ勝負してえ、マジか。ちょっと待って、いけるかな。セーブレポート書いとこう。ガラルの宿見るの初めて。頭の色がカレーっぽくて超絶キュートだよね。いや、お姉さんの方が可愛いですよ。バトルなしで捕まえるもんかなと思ったら、頑張って捕まえなあかんのじゃ。オッケー、やるわ、お前。ドヤドヤ顔決められたんですけど突然黒いヤドンにドヤ顔決められたんですけどほんまドヤ顔みたいな顔しやがって、お前。無限ダイナじゃ、こっち。待て、ダメージ、ちょうどいいダメージで抑えれるかな、これ。12しかないじゃないか、お前。あ、待てよ、お前。12しかないだよ、お前。
これはワンチャンネストボールで一回で捕まえれそうな気がするな。よかった、捕まえれたわこれで出てこられたらちょっとやばかったね。なんせさ、無限大だとさ、育て中のポケモン4匹を持ってないからだよあ、めっちゃレベルある。レベル1だけめっちゃレベルある。ちなみにこの4匹に関してはちゃんとね、個体値振り分け、何やって、努力値か。努力値振り分けとんで別にレベル上がっても問題ないんですけどね。思わぬところでレベル上げのタイミングが来てしまったわ。育て中のポケモン4匹ね、これ。メガドレーン。いらねえわ。今そういうところじゃないです。ストーリー進めたいんです。やめて。こんなところで時間かけたいんや、ないんよ。よっしゃ、捕まえた。ありがとう、おかげさまで快適なスペースが保たれたよ。キャー、すごーい、出たな、ギャル。めっちゃギャルギャルしんよな。可愛いっちゃ可愛いんやけど、なんかちょっとメイクがきついっていうか、まぶたのところのこういうやつってさ、実際問題、現実でこんな人ことやっとる人ってなかなか見んぞ、お前。ファッションショーぐらいでしか見んぞ、お前。俺田舎もんやけん特に見んからな、お前のみたいなメイクのやつ。あとおっぱいでけえな、もうそこばっか目にいてるわ俺。君のヤドンの捕まえ方とってもかっこよかったよ。え、別にネストボール1回投げただけなんですけどあ、お待たせせー、すみません、お客様の鎧パス確認できました。鎧島行きの列車にお乗りください。途中乗り継ぎがあるのでご注意くださいね。はーい、私はこれから鎧島ってところで珍しいポケモン捕まえたり修行したりするの。また会えたら会おうね。それじゃあバイバーイ。キラッ。去っていった。おっぱいでかかったな。今の人の名前はクララ。あの今後出て追加で出てくるストーリーの多分重要人物になるんじゃないかなと思うんですけども、このクララっていう人が出てくるのはソードだけ。シールドの方ではね、ここへ出てくるのがセイボリーっていう別の人になるらしいんですよ。セイボリーって人の立ち絵一回見たけどね、なんかうさんくさい感じだったよな。なんか帽子に、長い帽子の周りになんかモンスターボールめっちゃ浮いてたからな。もう怪しさ満点やけんな。近づかない方がいいと思います。そんなわけでね、今の捕まえたヤドンがね、ガラルの姿のヤドン。ガラルヤドンって言えばいいんかな。なんで、見てみようか。この通りだ。普通のヤドンと比べて、頭と尻尾が金色になったんやな。あー、なんか中途半端な変わり方やな。ガラル地方の地質、ヤドンにどんないたずらしてんだろう。でね、なんでもエキスパンションパスで追加されるストーリーって2種類あって、あの、6月末までに、鋼の孤島っていうストーリーと、あと、秋までに、冠の雪原っていうストーリー2種類出てくるみたいなんですけど、この先に出てくる鋼の孤島にこのヤドンをヤドランに進化させるアイテムが出てきて、鋼の雪原っていう後に出てくる方で、あのヤドキングに進化させるアイテムが出てくるんですよ。つまりここで捕まえておいて厳選とかしといたら、後々ね、それ進化させて対戦で使えますよみたいな感じになるんじゃないかなと思います。やけん1匹ここで手に入れれるんは、手に入れとくんはね、ちょっと重宝するとこ思いますんで。というわけで最後におさらいです。1月10日からね、あのポケモンの更新データが配信されまして、バージョン 1.10 になったら今のイベントがね発生するようになります。
ストーリーの進行度合いによってはあまりストーリーが進んでない人にはもしかしたら発生しないかもしれないんですけど、ある程度ストーリー発生した人にはこのストーリーが絶対出るようになってるはずなんで、でそれをやったら今みたいにヤドンが出現してヤドンを捕まえるイベントが発生しまして、さっき出てきたクララさん、シールドだったらセイボリーさんが出てきてとの会話イベントが発生します。それとエキスパンションパス、つまりこれから出るさっき言った2つのストーリーのデータを先に購入してダウンロードできるっていうシステムがあります。別に今のうちにダウンロードしてもすぐにプレイできるわけではないんですけども、特典として今俺が着ている EV の服装が手に入るみたいなんで、先にダウンロードしておくことをお勧めします。まあこの追加ストーリーはね、もうガラル地方の範囲の冒険できる範囲を広めるだけでなくてね、その先々で新たなポケモンが出てくるって聞きます。そして新たなアイテムとかも出てくるはずなんで、もうポケモンやってるんだったらもう絶対いつかは買わなあかんっていうか、そういう定めみたいなものになるかと思いますんで、結局どころ買うんだからもう最初の方にダウンロードしといた方がいいよねって話ですよね。というわけで皆さんもポケモン持っているんだったら買いましょう。あとね、もうポケモンはもう発売されてちょっと経ってるしもういいかなって思っている人、まだまだ間に合います。なんせね、その追加ストーリーの一つ目の方がね、出てくるのがまだ6月末だいぶ先なんですよ。なんで今からポケモン買ってストーリークリアしておいて、そしたらポケモンの厳選とかも今のうちからまだ間に合うと思いますんで、6月末までに、まあ今からでも間に合うので興味があるんだったら買ってすぐにプレイして6月末までに備えておきましょう。そんな感じの内容かと思います。というわけで今回はここまで、ご視聴いただきありがとうございました。週上げ。ちなみにさ、今捕まえたヤドン個体値どんな感じだろう。クソやな。ところでさ、もしこれさ、駅員さんに捕まえてって言われてるけど倒したらどうなるんこれ。ちょっとやってみよう。こんなん試す人、俺以外におるんかな。やってみるわ。いけ、無限ダイナ。はっはっはっ。プレッシャーをかけて、ホームでやります。くらえ、ダイマックス砲、さらば、地球よ。はっはっはー、はっはっはー。倒した。さあどうなる、ストーリー的には。いやあ、ああヤドはまだイスワルドを諦めていない。なんだそれ。何その底力的なやつ。やはりヤドをどかすには倒さずに捕まえるしかないのか、クソ茶番。